恵比寿神社の総本社、西宮神社では、お酒とグルメを楽しむ恒例のイベントが開かれ、多くの人でにぎわいました。このイベントは、阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた灘五郷の酒蔵の復興祈願として始まり、今年で28回目を迎えました。境内には大関や日本盛りといった灘五郷の酒造が出店しているほか、西宮中から集まった絶品グルメの屋台が立ち並び、訪れた人は美味しいお酒と食に舌鼓を打ちながら、室町江戸時代から続く灘五郷の酒造りの歴史を感じていました。乾杯。全部開いてます。結構飲みましたって感じ。コロナ明けてからやっぱ人はすごい多く、今年もいい酒できてますんでよろしくお願いします。このイベントは西宮神社で明日も開かれます。